おはようございます。今日は8月6日朝5時の相場解説になります。今日はですね、8月6日なので、まあ、私広島に住んでいるんですけども、マレーの黙祷の時間があります。8時15分ですよね。こちらに合わせて黙祷したいと思います。でね、なんか令和たけちゃんも広島に来るそうなんで、会いに行きたいなと思ってはいるんですけども、ちょっとね、警備の状態などを見てみると、なかなかおいそれと、会えるかどうかわからない状態ですね。それからもうすぐ出ないと間に合わないような感じになってますんで、ちょっと今回はね、見送らせていただこうかなと思います。ただ令和たけちゃんとのコラボレーション、ね、これはね、ちょっと日に日に迫っているような気がしますね。皆さんも応援よろしくお願いします。で、今日の相場解説なんですけども、実はね、109円の750から一旦組み上げて落ちるよって言った、そのポイントが109円の750だったというふうにお伝えしたんですけども、まあ組み上げる前にそのままガーンとね、下がっていってしまったんですよね。それが昨日までに起きたことです。で、今日はね、まあ急騰して、まあ落ちた分だけ戻るよっていうふうに私お話したと思いますけども、上がったところがもう一回109円の750、こちらに達すると思いますので、今日はね、そのポイントからもう一回セルをかけていこうと思うんですよ。今瞬間的にバイの方に向かってますけど、これがね、もう一回セルの方に叩き落とされるのを私はずっと待っていましたんで、今日はその辺もお話していこうかなと思います。ではデイリーの方からご覧ください。流れとしてはね、バイの流れがこうあったじゃないですか。そしてセルの方向に今度は動きを変えていったんですよね。ですんで、これ陽線が2個上がってますけども、これは陰線に変わる前の陽線ですから、ここと同じ扱いです。こことかね、まあここもそうかもしれませんよね。だいたい上がった後って下がってるでしょ。そうですよね。相場ってギザ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 してますからね。ギザギザするってことは、上がった後は下がるってことなんですよ。まあそれがパターンです。そうならない場合ってのは、上がった後にさらに上がるみたいな感じですよね。まあ、これはこれでいいんですけども、今回は上がった後にさらに上がるみたいなのが非常にこれ見えにくいと、こういう風なトレンド形成してる途中ですからね。まあ、ですんで、もう一回ね、109円の750付近でセルをかけていく準備をしようかと思っております。で、4時間を見るとそれが顕著なんですけども、だからここなんですよね。ここら辺に達したら私はセルをかけるつもりではいるんですけども、今達してますんで、もうね、この相場解説の後私セルで入ります。多少含み損が出るかもしれませんけども、ロスカットラインをきっちり設ければ問題ないと思います。で、場合によってはね、ここまで伸びるんじゃないかなという考えもありますけども、110円の070あたりですよね。ここまで来るようでしたら、私はちょっと考え方を改めてね、目いっぱい上がるまで待とうかと思います。こことここを結ぶポイントね、ここまで待とうかと思います。だから今から1円ほど、1円ではないんですけども、1円近く上昇するまで待つっていう風になっちゃいますよね。まあでも大筋では今この瞬間からセルに変わっていくというふうに思いますので、もうこの後すぐ私セルでエントリーしますね。1時間を見ます。はい、1時間を見てみると非常に分かりやすいですね。ここのポイントがもう近づいてますよ、もしくは今その時ですよってことなんですよ。いわゆるゾーンってやつです、ね、力点が力点を生み始めて、大きく下に下がったものが急速に上に戻っていくということで、三角形、今まで何回も見た形ですよね、これはね。まあ、ですね、改めてここから下の方に行くというふうに踏んでますけどもね。まあ実際はどうなるか分かりませんけども、分からないからといって仮説を立てないわけにはいきません。今まで蓄積した情報経験をもとに今回のような相場解説になりました。ロスカットを必ず設けてね、エントリーしていこうと思いますんで、以上お話しすることっていうのは終わりですね。皆さんも今日もね、熱いトレードを送ってみてください。それでは失礼します。